ということでじゃあ次のメールをお願いしますはい、はい、ペンネームねこへいこうさんからいただきましたありがとうございます女性の恋愛必勝法は大きい胸はいということであのえっとうんとねこへいこうさん、えー、メールありがとうございますえー、このリスナーさんはえー、っとなぜか 胸の攻撃をこうメールで送ってくるんですよね。そうすると必然的に私が切れるのが面白いと思って送ってきてくださっているんでしょうけど、えありがとうございました。はい。<laughs> <laughs> ご褒美ぐらいあげなよ。<laughs> あげない。<laughs> <laughs> <laughs> 平成最後の国 radio。 ワードバイシの宮グループまずは番組に届いているメールをご紹介します作品の感想私たちへの質問全く関係のない質問でも何でも構いません、ね、是非メールを送ってくださいということでまあ今回はね、はい、はるかさんが来てくださっていますから、はい、素敵なメールが来ていますでしょう、はい、では読んでいきたいと思いますよペンネームあれ猫平行さんからいただきました ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。青ちゃん、ココちゃん、そしてゲストのはるかさん、ごきげんよう。ごきげんよう。よう <laughs> はるかさんに、この番組においてアドバイスがあります。はい。ここのリスナーの一部は、ある意味、自分たちに正直なところがあり、そのようなお便りがほとんどです。ですが、彼らは皆繊細な生き物ですので、決して、決して、彼らのことを、煙たがらないであげてください。<laughs> <ん> <laughs> いやちょっと待てよそれはそれでご褒美ではないか <laughs> 全言撤回します罵倒しまくってください何でもするのでお願いしますその一部に当てはまる予備軍からのアドバイスでしたということでえっとんなんで今これもうちょっと素敵なメールにできたでしょあらそうねあうちゃんどう思う <laughs> <laughs> そういう判断でございました。 そうなんです。このラジオ、まあ、何度かね、聞いてくださっているということなんで、なんとなく流れは分かっていると思うんですけれども、うんはい、素敵な方もいらっしゃるんです。です本当に恋愛に悩んでいるよって方も、うん、で、アニメを見ているよって方もいるんです。うん、だけど、私たちのこのキャラクターと言っていいんでしょうかね、のノリに合わせて、あの、とんでもないメールを送ってきてくる、くるくださる方も中にあいて、<laughs> まあ、猫ヘイさんは私に対してこう攻撃する方なんでいいんですけれども、あの、どう反応するかは、 はるかさんに、お任せしたいと思います。<ん>はい。うん、はるかさんに、変なメールが来たら、私は全力で守っていきたいので。はい。ありがとうね、うアドバイス。はい。平成最後の国レイディオ、パワードバイシノミアグループ。国。<laughs> えー、リスナーの皆さんから恋愛に関する川柳を募集いたします。笑える。はい、共感できる。泣ける川柳。何でも構いません。五七五形式で送ってください。逆に、なんじゃこりゃという川柳には、段位降格の可能性もありますので、お気をつけください。では行きましょう。はい。ペンネーム、猫平行さんからいただきました。<laughs> あれ枕元、立っているのは私だよ。 猫ヘイコさん、さっき言ったよね。もっと素敵なメールを送ってくださいと。なんだこれは。あえて聞きましょう。はるかさん、どう思いますか <laughs> えっと。あの、寝起きに、えっと、そばにいてくれるということですよね、えー。なんて素敵な人なんだ <laughs> あの、えっと、風邪でも引いてるんですかね。<ん>えっと、看病、ありがとうございます。 ああすごいやっぱりね、パーソナリティが違うと、これだけ素敵なラジオに変わるんだよ猫栄光さんよかったね私が判断するんだったら、こらってなんか言っていた気がするよ <laughs> では、それを受けた上で、次のメールを読んでいきますね。はい